一つ。幻の薩摩ボタンを現代に復活させ、アメリカをはじめとする海外のコレクターからも注目される作品を生み出す絵付け師、室田志保。匠の蔵。これは何の作業をされてるんですか？これは今から下書きを書いていきます。白薩摩の生地に水性ペンで下書き。こういう作業は全然苦にはならない。何を書くかが決まってしまったら、あとはもう作業なので、もう迷いなく淡々進んでいくって感じですね。そして極細のイタチの毛筆で筋書きといって、金で、輪郭を取ってます。その隙間に、絵の具を入れていくんですけど、さらに陶磁器用の絵の具で金の輪郭内に色を入れていく。この後全部この隙間に色を入れて、それから焼いての工程ですね。焼いて出して、また焼いて。鯛の鱗を描く1ミリもない線だ。見てる人が息ができないって。今私も息止まってご自身は息はされてる？伸び伸びしております。そうなんですか。力は抜くが手は抜かない。3度の釜入れを経て金を磨き上げ、金特有の輝きを放てば青海派にめでたいの完成だ。工程の中で一番大変なところっていうのはどういったところですか？小さい面に何を描くかっていうのが一番やっぱり考えさせられるところで、自分の中から生み出される何か、それがこう世に出る瞬間でもあるので。